フリカ東部エチオピア。今回は部族が集まるカイアファールの日曜マーケットの映像をお伝えする。アフリカ流部屋の入り方。危ない。そんな簡単に壊れんの、南京錠って。そんな部屋に泊まんの俺。はい、カイアファールに着きました。ここはとりあえず中継の街でございます。あそこになんちゃら族がいっぱいいます。ニコニコしながら来たよ。この子の頭でかいな。でかいな。鳥の巣頭。ブラこの子美人なんだけど頭が。あ、そういうことか。おお、グッグッグッグ。はい、今回も子供たちと遊んでます。おい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 。あんま旦那しんざ。はい、ということで仲良くなった彼の家に遊びに行きたいと思います。チャットももらいました。チャットももらいました。ソーラーキオスク。ソーラーでずっと冷やせるってことですか。ソーラーパネルで発電してます。3度で保ってるもん。すごい。おー、ビール。あ、すげえ冷たい。すごい。あ、ほんと。おー、すげー。初めてエチオピアで冷たいもん。はい、エチオピアのちょっとお金持ちな人のお宅にお邪魔してます。洗濯物が干してありますね。これは鉄アレイなんかもあります。で、これはペットでしょうか。ペットでしょうか。これは牛ですね。For the time being, no. お、彼の部屋、台所でございます。氷炭がある。冷蔵庫は立派だったけど、うん、部屋も意外と普通だったよね。そう、金属ね。チャットという、本当その辺の草ですね。味はとりあえず。現地の人らがチャットパーティーします。取れないんだよね。何も取れない。意外とあるやつじゃない？あ、デリーチャー？デリーチャー？ヨーグルト？ミルク？イエス。これ何？あ？めっちゃ集まってる。じゃあ、デリーチャー買う。3個でだったらデリーチャー君はこれ3人いるから。おー、バンナー。ナイスナイス。バンナ。You again. さあ、
こっちのカメラだからでヨーヨーがあるから、うん、こっち2つ大丈夫。ヘルメット族これはバンナ族ですね。Okay. Mech over there. Look. Okay. Yeah, my friend. Okay. almost. Oh, give it up. Cut the game. You. はい、家畜マーケットでございます。牛が売られてます。ここで売れ残りか、お前は。暑いだろう。 Eat 食べろ食べろ。エチオピアでタダでやってくれた編み込み、どうでしょう。また勢いで髪型を変更いたしました。いいね、新鮮だね。次回もエチオピア南部、次はエチオピアで一番どころか世界でも珍しい容姿の部族ムルシ族に会いに、ジンカというさらに奥地の町へ行きます。次回、口ピアスレベル99、お楽しみに。